さてさ、ショコレでございます。本日は iPhone X でブラドラをお届けしたいと思います。iPhone のインカメラ 1080p のフレームレート30で撮っていきたいと思います。ワイドレンズをつけるといつも GoPro とか IBIS mini で撮ってるような感覚になりますけど、明るい時に撮るとどれぐらいのねノイズが出るのかっていうことをしっかりと見たかったので、今日はちょっとワイドレンズはつけずにこのままお届けしたいと思います。出発します。前回ね、標準のカメラと買った有料のカメラ使い分けてみたんですけど、音声を拾ってくれる感じは有料の方が強かった、良かったので、今回も有料のカメラで使っていますが、若干飛んでますね。ちょっとこの有料アプリは、動画撮影中いろいろといじれませんので、僕が例えばすごい日に当たる時はこうやって今みたいに白飛びしますし、その変化がねできませんので、その点ちょっと使いづらいかもしれないですね。今僕はすごい画面で見る限り、返しで見る限り、僕の顔が今真っ白なんですけど、どう映ってますかね。ちょっと標準アプリに切り替えてみたいと思います。さあ、ただいまこれが標準アプリですね。標準アプリはいいですね。触ったところにしっかりとフォーカスをしてくれていると思います。やっぱ標準の方がいいね、こうやって使うにはね。実はですね、動画の公開は後になっちゃうと思うのであれなんですけど、この冬この車で活躍をしてくれるアイテムをですね、ご提供いただいておりまして、今実際それ使ってるんですけど、非常にいいね。毎年冬になると寒いわけですよ。寒い中ブラドラを撮ると暖房の音がねすごいうるさかったんですよ。だそれも今もうこの冬は暖房使わずにいけそうな気がするので、非常にいいアイテムをご紹介をいただきまして、一応もうその撮影は終わって、レギュレーションだけちょっと送って、叩きの状態で送って、で戻しがあって完成になるかなとは思うので、ちょっともうちょっとお待ちいただければと思います。もう若干ノイズが出てるな、画面でも分かりますよ。なんかこの辺にすごいノイズが走ってる気がします。多分もう僕の顔も白飛びしないであろうという判断から、一度有料アプリに変えてみたいと思います。若干飛ぶね、まだね。使い方がわからんな。うまく使って付き合っていかないともったいないですもんね。ちょっと他のカメラアプリも買ってみようかな。自分に合うやつをちょっと見つけたいと思います。これぐらいの暗さでこれ完璧じゃないですか。どうなんだろう。まだ日は落ちてませんけどね。まあでもそうすると次ノイズが出るのか、難しいな。ちょっと年内にはどのカメラアプリを使って、サブカメラとして使っていくのかっていう点と、あとはマイク問題ね。ライトニングにそのまま挿してボコンっていうでっかい、もう指向性のあるマイクを買うのか、ピンマイクを応用して使っていくためにケーブルを買うのか、その辺もちょっといろいろと試しながらやってみたいと思います。はい、着きました。はい、というわけで今日は iPhone で撮ってみた編なんですけど、ノイズ微妙に、この辺とかすごい汚いんですよ、今見てると。まあ、これがまたワイドレンズがついてどうなるかっていうことも、昼間のうちに試せる時があれば試してお届けしたいと思います。ではショコレでございました。また明日、バイバイ。手すごい白くない？ね、白いよね。はい、また明日。